皆さんこんにちは。スクウェアエニックスプロデューサーの高橋です。こちらの動画では2020年3月に配信を開始したブレイブリーデフォルト2先行体験版に対する開発チームからのフィードバックをご紹介いたします。今回全世界で100万人を超える方々に遊んでいただき、配信後約1ヶ月で2万2000通ものアンケートの回答をいただきました。本当にありがとうございます。総合評価をまとめるとこちらの通りです。特に音楽、ジョブチェンジシステム、グラフィックなどの項目について好意的なご意見をいただけました。温かいメッセージありがとうございました。開発チーム一同とても励みになる結果でした。一方でご満足いただけなかった点として、ご意見が集中していたのが難易度、操作性、この2点でした。実装が間に合わなかったもの、フォローアップが足りなかったものなどあり、申し訳ございませんでした。皆さんからいただいたご意見をもとに様々な改善を行っておりますので、本日はその一部をご紹介したいと思います。まずバトルの難易度について、体験版では本作の要素を短時間で見ていただくため、通常モンスターとのバトルにおいてもジョブとアビリティ、ブレイブとデフォルトといったシステムを駆使しなければならない歯応えのある難易度に設定していました。アンケートには難しいと感じたというご意見が多く寄せられました。製品版ではカジュアル、ノーマル、ハードの3つの中から難易度をいつでも選択できるようにしています。全体の難易度設計としても、ゲーム序盤は遊びやすく、初めてブレイブリーシリーズをプレイされる方も安心して遊べるように、そしてもちろん中盤以降やボスバトルはしっかりとした歯応えを感じられるようにバランス調整を重ねていますので、製品版にご期待いただけると嬉しいです。次にバトル中の行動順が分かるようにしてほしいというご意見についてです。こちらは開発チーム内での試行錯誤の上での形ではありましたが、特に多くのご意見をいただきましたので慎重に改善の検討を重ねました。そして味方側に行動順ゲージ、敵側にポーションマークを表示するようにしました。行動順ゲージはアクティブタイムバトルのゲージに近いもので、ゲージが満タンになるとそのキャラクターの行動順が回ってくることを把握するためのゲージです。代わってポーションマークは敵の行動順がそろそろ回ってくることを示唆するマークです。行動順を完全に表示することも検討しましたが、ブレイブ&デフォルトの仕組みとの相性やプレイヤー有利のバトルバランスになりすぎてしまうことなども考慮し、今回の対応を選択いたしました。この2つの表示改善により戦略性、そしてスリルを感じられるバトルになったのではないかと思います。その他お見せしやすい改善点としては、バトルイン演出のスキップを可能に、行動順キャラクターが誰かをより分かりやすく、バトルインフォメーション画面でより詳しい情報が見られるようになどのご意見にも対応しています。次はフィールド操作の改善についてです。モンスターシンボルの速度に対するご意見を多くいただきました。製品版では速さ、動きを再調整しています。プレイヤーのレベルが適正なのかも分かりやすいように、強い敵、弱い敵の見分けがつきやすいようにしています。また低レベルの状態でバトルに勝利した際には低レベルボーナスがつくようにもしました。そしてモンスターの動きの修正に合わせて、フィールド上で剣を振るアクション、フィールドアクションについても改善を行っています。ヒット範囲を大きくしたほか、ボタンの割り当てを変更し、ダッシュしながらでも剣を振りやすくなっています。その他操作性についても対応箇所は多岐にわたります。お見せしやすいポイントとしては、文字の見にくさを改善するために文字色、背景色の見直し、ユーザーインターフェースの調整を改めて行いました。メニュー画面やショップ画面などが見やすくなっていることに気づいていただけるかと思います。またボタンの割り当てについては、プラス・マイナスボタンやボタン長押しなど
押しにくい操作を全面的に見直しています。コンフィグ設定も充実させ、移動を常にダッシュにしたり、バトル中のデフォルトのボタン振り分けを切り替えることも可能にしました。以上、修正点の一部ではありますが、先行体験版へのフィードバックをご報告させていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さんからいただいたご意見に少しでもお答えできていれば嬉しいです。発売日に向けて開発チーム一同頑張りますので、引き続きブレイブリーデフォルト2をどうぞよろしくお願いいたします。